罪を犯した芸能人、有名人の保釈金ランキング衝撃度トップ24。犯罪を犯せば逮捕され、逮捕されると裁判で判決が出るまで拘束されることもありますが、起訴後に自宅に帰れることもあります。これを保釈と言いますが、保釈するときには保釈金を納付しなければいけません。今回は罪を犯した芸能人、有名人たちに課せられた保釈金をランキング形式でご紹介するとともに、保釈金の相場や年収との関係があるかなどを解説していきます。実は保釈金の金額は明確な決まりがあるわけではありません。保釈金の額については年収や財産、犯罪の性質の2点によって決められています。刑事訴訟法の93条2項では、保証金額は犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならないと定められています。もし保釈後に出頭しない場合は、この保釈金が没収されてしまいます。つまり保釈金の金額は、被告人がこんなに大金を没収されるぐらいなら出頭するし逃亡しないと感じる金額に設定することが一般的だということです。ちなみに年収300万円から600万円程度で特別な資産がない方は、犯罪の種類や質にもよりますが、保釈金は150万円から300万円ほどだと言われています。これを踏まえて芸能人や有名人の保釈金額を見ていきましょう。第24位、清水良太郎。保釈金150万円。モノマネタレントの清水明さんの三男である清水良太郎さんは、2017年10月11日に覚醒剤使用の罪で逮捕されています。起訴後、裁判所が保釈許可を出したのにもかかわらず、父親の清水明さんは反省するには時間が短すぎるとして保釈金を納付しない旨を通告していました。結局保釈されることなく懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決を言い渡されました。第23位、小向井美奈子。保釈金200万円。タレントでセクシー女優としても活躍していた小向井美奈子さんは、2015年2月6日に自宅マンションで覚醒剤を所持していた疑いで逮捕されています。3度目の逮捕でしたが、保釈が認められ、保釈金は200万円と報道されました。しかし保釈が認められてから1週間経っても、小向井さんが保釈されることはありませんでした。この裏側には、横柄な態度を取り続ける小向井さんを見て関係者らが保釈しない方が良いと判断し、保釈金を支払わなかった、もしくは保釈金を納付するお金がなかったと言われています。第22位、橋爪亮。保釈金200万円。俳優の橋爪功さんの息子さんである橋爪亮さんは、2017年6月2日に覚醒剤所持の現行犯で逮捕されています。7月には保釈金200万円を納付し保釈されていて、執行猶予付きの判決を言い渡されました。保釈中にもかかわらず遊び歩いていたという噂も出ていたため、世間からの印象は悪いものとなってしまいました。第21位、 DJ カツ。保釈金250万円。ヒルクライムの DJ カツさんは、2017年12月1日に大麻所持の罪で逮捕されています。起訴されて同年年末には250万円の保釈金を納付し保釈されています。この事件を受け、2018年3月にヒルクライムを脱退することを発表しました。第20位、小久保和弘。保釈金300万円。バンクーバーオリンピックに出場し、プロのスノーボーダーとして活動していた小久保和弘さんは、2019年11月6日に大麻所持の疑いで逮捕されています。小久保さんは営利目的ではないと否定しているものの、大麻を輸入。逮捕から約1ヶ月後の12月3日には保釈金300万円を納付して保釈されています。第19位、吉澤ひとみ。保釈金300万円。元モーニング娘。の吉澤ひとみさんは、2018年9月6日に飲酒運転によるひき逃げで逮捕されています。約1ヶ月後には保釈金300万円を納付し保釈され、執行猶予付きの判決となっています。この事件で吉澤ひとみさんは芸能界を引退されました。第18位、田口淳之介。小峰玲奈。保釈金300万円。元 KAT−TUN の田口淳之介さんは同棲中であった元女優の小峰玲奈さんと共に大麻所持の疑いで逮捕されています。それぞれ保釈金300万円を納付し保釈され、執行猶予付きの判決が言い渡されています。第17位、ピエール滝。保釈金400万円。ピエール滝さんは2019年3月12日に
コカインを使用した疑いで逮捕されています。4月4日には保釈金を400万円を納付し保釈されています。この時は黒いスーツを着て髪を七三に分けていた姿が印象的でした。裁判では懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決となっています。第16位牧原紀之。保釈金500万円。シンガーソングライターの牧原紀之さんは1999年に覚醒剤で逮捕されています。この時は保釈金300万円でした。しかし2020年にも同じく覚醒剤で逮捕された際は保釈金が500万円となり、懲役2年執行猶予3年の判決となりました。第15位赤坂明。保釈金500万円。元光源氏の赤坂明さんは2009年12月29日に覚醒剤所持で2回目の逮捕となっています。この時の保釈金は500万円でしたが、2007年に覚醒剤所持で逮捕された際の保釈金は100万円であったため、2回目の逮捕になると保釈金も上がってしまう傾向にあるということがわかる金額でした。第14位沢尻エリカ。保釈金500万円。女優の沢尻エリカさんは2019年11月16日に MDMA を所持していた疑いで逮捕されました。12月6日には保釈金500万円を納付し保釈されています。裏口から警察署を出たようで報道陣の前には一切姿を現すことはありませんでした。2020年の大河ドラマの撮影が進んでいたにもかかわらず、このような不祥事を起こしてしまったことで大河ドラマは撮り直しとなり大きな話題となりました。第13位清原和博。保釈金500万円。元プロ野球選手の清原和博さんは2016年2月2日に覚醒剤所持で逮捕されています。保釈金は500万円で保釈後に執行猶予判決を言い渡されました。近年は誤解だらけの依存症in東京などのイベントに参加したり、野球に関わる仕事を再開しています。第12位高知昇。保釈金500万円。元俳優の高知昇さんは2016年6月に女性とラブホテルにいるところ、覚醒剤と大麻を所持していた疑いで逮捕されています。逮捕から約1ヶ月後に保釈金500万円を納付し保釈されていますが、この時は涙目になりながら早く妻に会いたいと話していました。しかし保釈されてすぐに高島礼子さんは高知昇さんとの離婚を発表しています。第11位酒井紀子。保釈金500万円。酒井紀子さんは2009年に覚醒剤所持使用の疑いで任意同行を求められましたが拒否、さらに逃亡するという事件を起こしています。逃亡から5日後には警視庁に出頭し逮捕されています。保釈金500万円を納付し保釈されましたが、酒井さんは保釈金を分割して250万円ずつ納付したとも言われています。第1位新井博文。保釈金500万円。俳優の新井博文さんは2019年2月1日に出張マッサージ店の女性従業員に対する強制性交罪の罪で逮捕されています。その際の保釈金は500万円で納付後保釈されましたが、裁判で懲役5年の判決が言い渡されると新井さんはこれを不服として即日控訴、さらに追加で250万円の保釈保証金を納め再保釈されています。第9位アスカ。保釈金700万円。ミュージシャンのアスカさんは覚醒剤や MDMA 所持使用の疑いで2014年5月17日に逮捕され、7月3日に保釈が認められました。保釈金は700万円で、保釈された後は薬物依存の治療のために精神病院に入院しています。現在はディナーショーを行うなど精力的に音楽活動を続けています。第8位押尾学。保釈金1000万円。元俳優の押尾学さんは2009年8月2日に MDMA 使用の罪で逮捕されました。さらに六本木ヒルズのマンションに一緒にいた女性が全裸で死亡していたことから保護責任者遺棄致死罪でも逮捕されています。押尾さんの場合は保護責任者遺棄致死罪という罪状だったためか、裁判前は保釈が認められませんでした。保釈が認められたのは一審で懲役2年6ヶ月の実刑判決を不服として控訴した時です。保釈金1000万円を現金で支払って東京小菅の東京拘置所から保釈されました。第7位羽賀健二。保釈金2000万円。元タレントの羽賀健二さんは2007年6月に未公開株を高く売りつけようとした恐喝詐欺未遂罪で逮捕されました。一審公判中の2008年2月に保釈金2000万円を支払い保釈されています。
1審では無罪となりましたが、2審では懲役6年、最高裁でも懲役6年の判決を受け服役となりました。2019年には出所目前のところで強制執行妨害罪で再び逮捕されています。第6位、小室哲哉、保釈金3000万円。ミュージシャンの小室哲哉さんは自身の曲の著作権を譲渡するという詐欺を働き、5億円を騙し取った罪で2008年に逮捕されています。保釈金は3000万円とされ、当時の奥様であった恵子さんや所属していた ABEX が用立てたと言われています。また騙し取った5億円の返済は ABEX の社長である松浦雅人さんが肩代わりしたと言われています。第5位、野村幸代、保釈金5000万円。サッチーの愛称で親しまれた野村幸代さんは2001年に約5億6800万円の所得を隠し、2億1300万円を脱税した容疑で逮捕されました。保釈金は資産状況などを鑑みて5000万円となりました。裁判は起訴事実を全面的に認めたため即日結審し、懲役2年、執行猶予4年、罰金2100万円が言い渡されています。第4位、美咲優太、保釈金6000万円。青汁王子と言われ、現在は YouTube などでも活躍する美咲優太さんは2019年2月に法人税を約1億4000万円と消費税を約4000万円を脱税したとして法人税法違反などの罪で逮捕されました。この時の保釈保証金は6000万円でした。美咲さんは懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を受けましたが、現在でも人によって逮捕されたりされなかったりするのはおかしいと発信を続けています。第3位、横井秀樹、保釈金2億5000万円。ラッパーのジブラさんの祖父としても知られる横井秀樹さんは1982年に火災で多数の犠牲者を出したホテルニュージャパンの社長を務めていました。ずさんな違法運営により外国人22名を含む33名が命を落とす事故となり、横井さんは業務上過失致死傷罪で逮捕されています。この時の保釈金が2億5000万円だったといいます。火災発生当時には人命を優先せず、従業員に高価な家具を早く運び出せなどと指示したことなどの対応を批判する声が多く上がりましたが、最終的には禁錮3年の刑が確定し服役していました。第2位、堀江貴文、保釈金3億円。現在はインフルエンサーとしても活躍する堀江貴文さんは2006年に証券取引法違反の容疑で逮捕されています。3回目の保釈請求でようやく保釈が認められ、保釈金は3億円となりました。そして裁判が始まると一審の判決を不服として控訴、追加の保釈金2億円を支払って再度保釈されていますが、最終的には懲役2年6ヶ月の実刑判決を受けて服役し、2013年3月に仮釈放、同年11月に刑期を終えています。第1位、カルロス・ゴーン、保釈金15億円。日産自動車 CEO だったカルロス・ゴーンさんは金融商品取引法違反で2018年11月に逮捕されました。保釈金は合計で15億円となり、保釈時には作業員に変装したことでも話題になりました。しかし会社法違反、特別背任容疑で再逮捕されていることもあり、厳しい追及から逃れるためか、保釈後の2019年12月28日にレバノンに国外逃亡。もちろん保釈金15億円は没収されていますが、カルロス・ゴーンさんにとって15億円は失っても痛い金額ではなかったのかもしれません。いかがでしたか？今回は芸能人や有名人の保釈金をご紹介しましたが、政治家や経営者など特にお金が絡む犯罪の場合はより高い保釈金が課せられる場合が多いようです。ちなみに調査の中で最も高い保釈金が高額だったのは阪南事件で逮捕された浅田満さんで、保釈金が20億円でした。犯罪の規模が大きくなると保釈金額も高額になっていくようです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。皆様のご意見もコメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。